1963年のポートレートローター、バレー・アルマンは、フランスの彫刻家、画家、現代美術家、日用品や廃棄物を大量に集積した作品などで知られた。イブ・クラインや、セザールラとヌーボー・レアリスムという集団を組み、廃物を芸術作品に変容させることで、第二次世界大戦後の大量消費社会の中の生産、消費、廃棄のメカニズムを批判した。 アルマンは日常生活の中にある複製品のおびただしさや廃棄物の中に美を見出した。カメラや靴など同じ種類の中古品を大量に箱に詰め合わせた作品や大量生産の全く同じ品をたくさん組み合わせて作った彫刻、ゴミを透明な箱に詰め込んだ作品などの制作を通して集積と組み合わせによりものの目的や意味を失わせ、一方でゴミや 日用品の持つ携帯、集まった時に織りなす携帯を浮き彫りにさせている。アバランチ、1990年、テルアビブ大学キャンパスに設置、音楽の力ナンバーに、1986年、テルアビブのイスラエル音楽学院に設置アルマンは、1928年11月17日、フランス南部ニースで小道具屋を営む、北アフリカからの移民の一家に生まれた。歳の頃に、 アマチュア画家で写真家、チェロ奏者でもあった父親から油絵を習い、音楽や楽器への興味を持った。学校とは折り合いが悪く、高校を中退し、1946年にバカロレアに合格して入ったニースの国立美術学校にも不満を持ち、後に退学している。1947年、彼はニースの警察の柔道教室に入門し、 後の芸術上の名優イ,イブ・クライン、クロード・パスカルの二人と知り合った。彼らは三人で、ヨーロッパ各地へ、ヒッチハイク旅行をしたほか、ファーストネームだけをサインしたゴッホに習って、生を捨て、ニースの海岸で真っ青な世界を三分割する、相談をした。アルマンは大地を、パスカルは海を、クラインは空を取ったと言われている。1949年、 美術学校を退学したアルマンはパリに移り、エコールドルーブルに入ってシュルレアリスム風の絵を描いていた。1951年、彼はマドリードへクラインと共に武士道会の柔道講師として赴き、また兵役に着いた後、1953年にニースへ戻った。アルマンは美術の中心地から離れた場所にいることに焦りながら雑誌で読んだ。 様々な作家の影響を受けて、徐々に抽象的な作風へと画風を変えたが、1954年に、戦前のハノーファーのダダイスムの作家クルト・シュビッタースの廃物を寄せ集めたアッサン・ブラージュの作品の展覧会を見て、衝撃を受けた。彼はシュビッタースが、ゴム印を紙に押して描いたドローイングを頭に置きながら、働いていた事務所にあった。 様々なスタンプを何度も何度もキャンバスに押す、スタンプ絵画、インと呼んだを作り始めた。アルマンは黒や赤のスタンプを押したりずらしたりしながら、構成を作り、やがてゴムイン以外のピストンや楽器、マネキンなどのオブジェに色を塗り、キャンバス状を動かす、痕跡絵画も始めた。1956年には、パリで、スタンプ絵画などによる初古典を開き、成功を収めた。 平和への希望、1995年、ベールート南東のヤルゼに設置1959年からアルマンは、オブジェ自体を用いた彫刻作品を制作した。破壊したバイオリンやチェロ、ピアノなどの楽器の破片を板やコンクリートに固定した破壊のシリーズをコレールと名付けた。アルマンを有名にしたのは、一種類の中古品を集積したシリーズである。 彼は砕いた楽器、靴、靴の木型、カメラ、ガスマスク、ゴム印、目覚まし時計、壊れた人形、フォーク、車の部品、松葉杖、サーベルなどを飲みの位置などで大量に買い集め、一種類の品置き枠に押し込んだ作品を作った。同じものが平面上に数十個も集められることで、個々のものは性質や目的を失った単なる粒になり、 アイデンティティが解体するのである。さらに細かな歯車や部品、絵の具チューブやブラシなどを透明な構成樹脂に均一に封じ込める方眼の彫刻も作っている。他に有名なものは透明容器の中に生ゴミや衣服、展覧会に来た者が持参している紙くずなどを集積したプベルも1959年により作成している。 1960年10月25日には、旧ユイブ・クラインが、画廊の中に何も置かない、空拠点を開いたイリスクレール画廊で、画廊の部屋いっぱいにゴミを詰め込んだ、10万点を開いた。彼の、こうした作品は、ピエール・エスタニラ美術評論家の注目するところとなり、2日後の10月27日には、イブ・クラインや、セザールらのヌーボー・レアリスムという集団に参加した。 また1961年には、ニューヨーク近代美術館での The Art of Astanblage に出展し、以後は年の半分をニューヨークで暮らし、ロバート・ラウシェンバーグラ・ネオダラの作家たちと行動するようになった。アルマンは、ヌーボー・レアリスム解体後も、集積の作品を続け、アメリカに移ってからは、新品も集積彫刻に使うようになった。また楽器やコム。 電話機など同一種類の大量のオブジェを平面に貼り付けず、ブロンズなどで固めた立体作品や、ルノー社との工業と芸術の協定によって、自動車工場の廃物や部品を利用して作った作品。1982年には、パリ郊外のモンセル現代美術センターに設置した高さ18メートルのコンクリートの塔の中に60台の車を埋め込んだ。 彫刻長期間駐車を製作している1995年には、レバノン政府の依頼で、内戦で破壊されたベエルート市街に、83台の戦車や軍用車両を積み重ねた、高さ32メートルの彫刻、平和への希望を制作した。特に楽器を多く集積した理由は、ゼロ奏者だった父の影響、キュビズムからの影響、その形態への興味などが合わさっている。 その他、アメリカの日常的なリビングを画廊内に再現して、これを公開破壊するハプニングや破壊、焼却した家具をリビングと同じように配置するインスタレーションを行った。1968年には、ベネツィア・ビエンナーレとドクメンタに同時出展した。1973年にアメリカが州国,国籍を取得し、アルマン・ピエール・アルマンとなった。 1993年には、レジオンドヌール勲章を受賞している。2002年に癌であることが判明したが、家族の支えによって、台湾や上海などに大規模なパブリック、アート作品を制作し、新しいポリクローム彫刻を手掛けた。2005年、ニューヨークの自宅で防止した。ありがとうございます。